はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へは、今夜も佐渡島相川の 店内からお送りしております。昨日に引き続き、今度は佐渡の酒のカード、商品説明のカードを書いております。こんな感じで佐渡の金鶴純米酒、風柔らかに、有機栽培で作った高根錦のっていう酒米で作っております。開く、それからこれ2年前の正月に、テレビに放送されて非常に有名になった、全国区になった至る、それからマノズル、ね、これ学校蔵っちゅうのがありまして、ここはまあ廃校になった学校をこう改装して酒蔵に、小さい酒蔵にして、夏場7月ぐらいに酒を作って出すという、そういう面白い学校です。学校蔵です、酒蔵です。マノズルの学校蔵、勉強は嫌いでもこの酒は好きになってもらうだろうって、そんな感じですか。マノズルがもう日本この辛口焼酎みたいな、まあ、スカッとした、本当にスカッとした辛口もあれば、ここ北摂、辛口で、まあ、有名なんですけども、辛口というよりはしっかり酒の味、うまみのあるような、そんな純米酒の案内のこのカード、全部手書きでずらずらずらーっと書いてみました。まだまだ、他にも酒が並んでおりますんで、そこを全部補うにはあと何日かかるか分かりませんが、やるだけやってやろうと思っております。はい、以上、佐渡伊藤酒店の晩酌151へでした。来てみてください。何かしら、笑えるフレーズもあるかもしれません。ぜひ来てみてください。以上です。